こんばんは。今日は久しぶりに酒飲み企画やっていきまーす。イエーイ。で、今日はじゃん、このフリスウィスキー詰め替えて丸々1瓶飲んでいきたいと思います。まず詰め替えで、実はこれ3回目ぐらいで、いつも撮影挑んでるんですけど途中で寝ちゃうっていう。で、今回また挑みます。で、ネットでいつもこれ買ってるんですよ、業務用のやつ。これをいつも詰め替えて飲んでます。で、今日はこの1瓶を丸々、まあ一人じゃないんですけど、旦那さんと一緒に飲んでいこうと思います。イエイ。じゃあまずお酒作ります。ソーダストリーム。まず1杯目。じゃあ、はい、1杯目、乾杯。で、僕たこ焼き食べるんですけど、まあ、ちょっと一旦ちょっと寄ってきたら回しますカメラ。私の寄っていく姿を見てください。ようかわからないけど、トリスだとね、美味しいから。でまた後ほど。イエイ。はい。2杯目いきまーす。乾杯。ちなみにたこ焼きしてまーす。酔い具合は全然もう序盤だからね。はい、3杯目でーす。イエーイ。いただきまーす。で、今ひとし松本見てまーす。引き続き飲んでいきます。はい、次4杯目です。乾杯。ちなみにまだここまでです。おー、長い旅ですね。飲んでいきます。ゲゲ。酔い具合は全然全然です。いや、はい、皆さん今次5杯目です。やっと5杯目。嘘じゃん、まだまだですよ。酔っ払ってもないし、ただずっとアバランチ見てます。いやー、すごい、1話1話がもう映画のようです。引き続き飲んでいきます。イエイ。はい、皆さん次6杯目。イエーイ。ちょっといい感じになってきます。やっとこれで、やっといい感じだよ。なんかトリスはやっぱ薄いんですよ。ああ、このもんか。じゃあアバランチ終盤です。続き見ようと思います。へいへい。はい、皆さんこんばんは。7杯目です。やっと7杯目。おー。やっと減ってきてます。じゅじゅん。ない、あがら。山形のラ・フランスのお酒で混ぜました。味変です。ちょっと味変は許してください。飽きちゃった。引き続き飲みまーす。アバランチやばい。見てください皆さん、結果言えませんが、もうあやのがかっこいい。あと渡部篤郎はちょっと今まで、いや私あだ渡部篤郎すごい好きなんですけど、もうさすが役者さん、役者さんですよね。まああとは皆様に委ねます。
続きどうぞお楽しみください。